どうも皆さんこんにちは、わっぴーです。さあ、東京に帰ってきまして一発目のお店のご紹介でございます。で、今来てる場所が東京は杉並区の南阿佐ヶ谷から阿佐ヶ谷方面に歩いております。お店のジャンルが寿司酒場なんですけど、オープンしてねもう 14,5 年経ってるお店 で今回は仕事仲間からの紹介のお店なんですけど、そのお店でね今旬のイカがめちゃくちゃ美味しく食べられるそうで、でねちょっとお店で待ち合わせしてるんでね、今向かってる最中でカメラを回しております。で、以前ねこのチャンネルで福岡のね中洲にある川太郎というね店内にイカのイケスがあって、で目の前でイカをすくって、で厨房でそのままさばいて、イカのお作りとかあとゲソの天ぷらとか、川太郎というねお店を紹介したことがあるんですけど、まあそこまではいかないのかな、まあ、ただこの阿佐ヶ谷でイカがね今美味しく食べられるそうなんで、ただこのね阿佐ヶ谷近辺はねあんまりね来たことないんで、今ここは商店街ですかね。結構ねいろんな飲食店すごい入ってますね。ここ、こんな大きなケバブ屋さんもあるし、あと餃子屋さんもある。これおそらくあれだな、阿佐ヶ谷の商店街は人生で2回目かなということでね、お店到着しました。寿司居酒屋江戸屋寿司八さんっていうか、もうね店の前にね人だかりができちゃってるんですけど、サメがいますよ。サメが、さっき話したイカ、スミイカとアオリイカ、これ安いな。ウーロンハイもレモンサワーも日から金曜まで、サワー類はなんと税込み110円、11月30日まで、今月いっぱいこの価格で飲めちゃうの、すごいなこれ。他にもね、本カワハギですか、たくさん売れてますね。で、本日の特選地魚、板さんの一押し御殿刺し盛り、あ、これうまそうだな。生牡蠣気仙沼産780円、あと日本酒の銘柄もいろいろありますね。まあ、ということでね、今日は阿佐ヶ谷商店街にありますこの江戸屋寿司八さんで食べて飲んでいきたいと思います。で、入った途端にね見て、牡蠣これ結構一個一個が大ぶりだね。島レモンサワーを一つ、はい、何ハイボール、ハイボール、あと店名のついたサラダを、寿司八サラダ、はい、これいろいろつままれるんだったらハーフサイズもご用意できるんですけど、レギュラーサイズ、レギュラーだと多分 3,4 人前ぐらいあると思う。ああ、そんなにあるんですか。じゃあハーフサイズで、ハーフサイズ、はい、あとは生海苔豆腐、生海苔豆腐、これもレギュラーハーフ、あ、じゃあハーフで、はい、ということでお疲れ様でございます。まあ、今日女性の方なんですけどね、いいお店を教えていただいてありがとうございます。まあ、いいお店ってまだ何も食べてないまだ飲んでもない、食べてもないんだけど、でも今のところお店の入れ立ちとか中に入ってきた雰囲気はもう完璧。まあ、今日はねちょっとこのイカ目当てで来てるんで、どうしようかな。で、三浦半島の長井漁港でいいのかな、ここから買い付けしたイカだそうです。前食べたのはアオリイカ、あ、じゃあ、はい、はい、はい、寿司八さん乾杯でございます。あー、うまいね、すっげえさっぱり。ちなみにですね、先日まで体調悪くてなんと体重が4キロ落ちました。今日からちょっとまた太ってきますんでよろしくお願いします。寿司八サラダ、え、ハーフサイズですか。ハーフサイズです。え、よかった、ハーフで、結構量多いです ね、 ハーフでも。店名のついた寿司八サラダ、これでハーフサイズ、ちょっと大きさ分かりますかね。結構なボリュームですよこれ。シラスとかとびっこがかかってるんだけど、真ん中のねこれね、俺わかめかなと思ったんだけど、海苔っぽいんだよね香りが。うわ、この海苔うまそうだな。魚の切り身も入ってる、ほらマダイかな、これは贅沢よ。いただきます。やっぱりこれ海苔が美味しい。香りもすごい来るし、大根のシャキシャキ、とびっこのプチプチ、あとほんのりドレッシングもかかってるんだけど、生海苔の風味が強いから、うん、いや、これはうまいよ。なんとイカが入ってました。はや、うん、海苔は
そうなんですけど、はい、とろみがついてるんでさらに甘いんで気をつけて。あ、わかりました。生海苔豆腐がやってきました、これでハーフサイズです。あ、いいですか注文。エビ新庄の鉄板ステーキ、鉄板ステーキ、あのこのマグロカマのニンニク醤油焼き、マグロのカマ焼きです、はい、ありがとうございます。ちょっとまた気になるの頼んじゃいました。エビ新庄の鉄板ステーキ、これ見たことありますか。で、あとね、これマグロカマニンニク醤油焼き、これはもう頼まなきゃダメでしょう。皆さんもご一緒に、ありがとうございます。これはもう間違いなく焦点することでしょう。香りがもう、うわ、これうまいね。すっげえうまいこれ。これはちょっと残しておきたいね。なんか他の料理にも使えそうな気がするから。うわ、来た。はい、確実に食したいやつだったんで、この時点でもうなんか醤油の香ばしい香り、もう油が乗ってるのが分かりますね。これうまそうだな。これ1100円で出してるっていうのはなかなか。ニンニクのね、香りもまたすごいきてます。めっちゃ美味しそう。さっと折れちゃう、すごい。これ1100円で出しちゃダメなやつだね。油乗りまくり、口の中でとろけます。ニンニク醤油の香りとコクもあって、あと柔らかいし、すっげえいい。これもう箸でさっとさっと、こんなんすよ。ちょっとうわー、これうまい。うわー、はい。やっぱこういうね、あの海鮮酒場はね、こう創作料理とかね、ちょっとついつい食べたくなっちゃいますよね。カマが残ってるんでね、この油とともにこれもね、いただいて、プリプリ。すり身だけじゃなくて、ちゃんとエビのこの原型のやつも入ってる中に。うまいよこれ。うわ、すげえうまそう。エビ好きにはたまらない。味がちょっと塩味かな、なんかこうついてるんですけど、まんまでも美味しいです。うん、うわ、すごい。さっきの生海苔豆腐についていたあんかけですか、ちょっとこれかけて食べてみたいですね。これあの余らしときましたんでね、これを。これは間違いないな。商品にした方がいいよこれ。めっちゃ美味しい。うまいですよね。これ合うよね。って海鮮と海鮮の組み合わせだから。今渡したらもういい。すげえ美味しいこれ。最後締めになんかお茶漬けにちょこっと入れてもいいし、TKG にも入れてもいいしね。何にでも合うよこれは。アオリカあります？アオリカあります。大で、はい。はい。じゃあアオリカで、ただいまさばいてお待ちしております。はい。はい、わあ、来ました。あ、まだ生きてる。
はい。お醤油かけると動きますね。ということで今回のお目当てアオリカお作りでございます。このゲソのところがまだめっちゃ動いててさばきたてです。甘うまいですね。イカ独特のねっとりな味わい、ほのかな甘みもあって歯応えもいい、おいしい。おお、このクオリティが阿佐ヶ谷で食べられるんだっていう、これすげえ美味しいな。でこのゲソのとこなんだけど、斑点が出たり出なかったりするの。いや、あります。ちょっとわかりますかね。これ見てうわちょっとうわって思う人もいるかもしれないけど、まあでもこれがリアルなんでね。うん、このエンペラとゲソは、焼きとか揚げ物とかできますね。塩焼き、塩ゆで、天ぷらのいずれかに。あ、じゃあゲソは天ぷら、ゲソで天ぷらで、エンペラとじゃあ焼きで、はい、ゲソが天ぷらでエンペラが焼きで、はい、お願いします。じゃあお伝えします、はい、お願いします。ゲソ天とエンペラの焼きです。はい、お好みで前と塩をつけてお召し上がりください。はい、ゲソ天はもうこれ最高でしょ。前をつけちゃうからもね、少しね。うわー、たまんね。今日はちょっとこれもね、目的の中で、俺の中で入ってましたんで。うまっ、うめえな、これ無条件でうめえな。うめえ。まあさっきとちょっと被っちゃうんですけどね、これが阿佐ヶ谷の商店街で食べられてしまうというね。まあぜひ阿佐ヶ谷に来た際は、食べに飲みに来てみてはいかがでしょうか。今日はいいお店をありがとうございました。感謝しております。それではまたね。